上手に。じゃああのー、スタプティさん。はい、えー。次の記事いきましょうか。はい。LGBT 法と最悪の未来ということで、先ほど吉田さんも少し触れてくださった件になります。はい、まずは、えー、岡江美希さんの動画を見たいと思いますね。当事者でかの方であります。最初に最初にその何があったのかということを伝えたいんで、でね、こっちですね。はい。かしこまりました。はい、最高裁が下した最低の判断ということで、13番の記事です。 カルタリショさんのツイートですね生殖不能要件最高裁違憲弁護士指摘信じがたい暴走戸籍制度にも影響かという記事を紹介し滝本太郎弁護士が最高裁の信じがたい暴走性自人は他者の権利・法益より優先すべきとの政治人至上主義人類の成立以前からの男女の性別の定義すら変えることを認めている男性器のある法的女性が現れれば こ戸籍制度にも影響を与えるとこの常識論さえ通じなくなった崩壊日本というふうに言われていますそして14番吉田さんのポストも紹介させてください島田内さんの記事画像を紹介して我が国の現在の司法制度では最高裁が誤った判断をした場合これを早期に是正する仕組みが事実上存在しない最高裁改革は必須となっておりまず最高裁判事の人事について島田陽一教授が 指摘している通り内閣が指名し国会が承認すると憲法を改正すべきであるというふうに言われていますはい、動画も行きますかこの流れで、はい、はい。では当事者であります岡井美希さんの動画を紹介させていただきます、はい、あのニューハーフトランスデンダー美容研究科 <laughs> <laughs> 岡井美希です <laughs> はい はい。それ私も聞きましたはいちょっとこれ大丈夫なんですかね本当にあの日本中の変態がもう大手を振ってもう街を更新しますよ本当にですごく私もそれ聞いて一番腹が立ったのは私の人生を介して まあ私はなりたくてなったんですけど今やっぱりその性同一性障害っていうので手術をしたりとかそちらに寄せていかなければ自分の人生を開拓できないっていうのでやらなくてもいい手術をやってる方もたくさんいらっしゃるわけですよね。それが何だったでもう本当にあの何が恐ろしいかっていうとそういう人たちの気持ちも大事だと思うんですけどもそういうものを悪用したい人がどれだけいるかっていうことをね分かってないのかなっていう。 実際にもうそういうその闇の世界とかなんかそのそういうこう愛好家の世界とかもうそういう人たちっていうのはもうなんか何かあればなもうねどういうふうな悪い悪いことって言ったらやけど自分たちの欲望をねにあの任せてなんかその。 事件,事件にならないように事件を起こしたいもうそういう人いっぱいいるんですよねそれがこの最高裁でこんなことをやっちゃった日にはもう日本無法事態になななっっちゃゃうんじゃないかなってあのー、事件が起きてからでは遅いとは思うんですけれども本当にもうなんか歴史に残るようなもう悲惨な,なんか事件が起きるんじゃないかなと思って私も今から危惧しております。はい いやふざけんじゃないよねよとりあえずあのこんなおかしな日本にしてはいけません、本当に子どもたちに未来を残すんであれば、やっぱりその法律とモラルっていうものはです、ね、あのきっちりと分けて、冷静に、えー、国を作っていってもらいたいなと思います、はい、はい、どうも向井さん、どうもありがとうございました。 えー、これはあの文化人放送局で、えー、複数の番組でですねあの、まあ、私の番組でも岡井さんあの登場していただいて共演したこともありますし、えー、いくつかの番組でこの岡井さんのメッセージをあの最高裁判決のあ,あに、えー、きちっと放映しています。でこれは要するにまさに LGBT の当事者からのですね えー、声なんですよまあ彼女のことだから割と余裕を持ってと言いますかねあのまあ半分ちょっと笑いをの要素も含みながらあ説明してるんですが実は非常に深刻ですよね。彼女に,にとっても非常に深刻なことで最初に言っ,言っていたように、えー、自分がだからきちっと、えー 性転換も行ってその女性になったつもりだったのに一体何なんだというまあそういう人はいっぱいいるわけでねまあそれはもうカルセール・マキの頃からもうそうだったわけでえですから何て言うんでしょうね先ほどの滝本弁護士のコメントにあったけどね本当にね常識をその全部前提として えー、ぶっ壊した判決だったと思いますしねあの常識知らずなんですよね最高裁の今の15人の判事っていうのはそうとしかそういう結論しか私はないですよ本当にだってあの今崩壊しているアメリカですらですよこんな連邦法ないんですよ本当にありえないことですよイギリスでもないですよだから 最も、ね、過激な形であの日本が最高裁判断というのが行われてしまったわけですね。まあ、ただこれに関してはね女性の立場を守る女性の人権派の人たちからどん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 これから声上がってくると思うしあの自民党の中だってそういう国会議員がいたじゃないですか。それでそれがあるから、えー、LGBT 法成立してもいいんだってね。 言っってた人た人ちはい,っぱいいいぱるわけですよねしかしこの最高裁判決でどうやって貶し前をつけるのかそういうこともねやっぱ追求していかなければいけないしまたあそういう女性の立場を守る議員活動っていう人たちにもエールを送りたいしと同時にですねこれ要するに最高裁判決をめぐっての新たな訴訟ですとかね、まあ、そ,ういうとこそういうことも可能になるわけで。 若干まだ含みを残してるんですねこの最高裁の判決ってのはよくよく読んでみましたね。えーまあ、とにかく大問題なわけでただこの前提になっちゃったのはあの L LGBT 法ですよ。あんなものができちゃったからこうなったっていうのは間違いないと私は思ってます。えー、さて長尾さん、まあ、この問題昨日もお話しましたけど是非また聞かせてください。 いやもう本当、LGBT 法案を推進した方におかれては、ですねほら見たことかということを突きつけたいですね、できればあの文化人放送局で、ですね,ですね LGBT 法に思いっきり推進だった、うん、議員の方々にご参加いただいて、えー、我々とちょっと公開討論を、ね、してもらうなんていうことを、僕は。 あの提案をしたいと思いますで朝まで、また<あ>テレビじゃないけどね。あそうですね、うんえー。で、男というもの、女性という、女というもの、うん、もうこれあの、自然が作り上げた摂理、絶対真理ですよ、えー。で、これに対するね、僕は冒涜ですね、えーまあ、変化というのは多分あると思いますよ、深海魚にあの目がだん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 退化していくっていうか。 これを法律でねじ曲げてです、ね、やると、これは明らかにあの保守主義とは全く逆で左派革命主義というか、もうその象徴みたいな部分があるんで、やっぱりこういう観点からも、えー、議論を進めたい。最最後ににに人のののの高裁の判事についてはあの衆議院の総選挙の時にあの 全員に罰マークをつけるそうです、ね、今う、たまたまあの、えー、と山口紀夫さんと加藤清高さんの番組をちょこっと10分ぐらいあの新幹線で見てたら、はい、山口さんがそれを提案されてらっしゃいまして、ね、だから我々文化人放送局全視聴者、全視聴者は、次の衆議院選挙の時の最高裁判事には全部ツをつける、だって全会一致なんですから。うん この山口さんのね、提案をね、僕ね、ガンガン広げるべきかなと思います、はい。はい。はい、ありがとうございます。吉田さん、いかがですか。あの、私もこの判決なと、まあ、次の、あの、衆議院選挙に伴うね。最高裁判事の国民審査については、自分は審査が楽になったと。全員罰ですと、まあ、こういうツイートをしました。あの、まあ、ただ、まあ、今までこの制度で罷免された最高裁の判事っていないっていうぐらい、まあ。うん 形骸化した、ねあのまあ、制度、実効性のない制度なんですよ。だから、これがであの、私が先ほど、島田陽一先生の、えーまあえー、ご主張も含めてあの、国会人事にすべきだとあのいう、えーまあ、ご指摘をしたツイートにもね、いや、今、ちゃんと国民審査制度あるじゃないかというような、えー、ツイートをされる方も結構いらっしゃるんですけど、いや、これはもう、あのもう残念ながら、 機能本当の審査の機能を果たしていませんよという現実を、ね、指摘しなきゃいけないと思うんですよ。うん、あのもう例えばあの選挙も選挙みたいにこう最高裁の判事が一生懸命自分は何やってきましたみたいなアピールする機会もないし選挙の,あの,あの候補者の政策みたいにですね自分に都合の悪い判例なんて書かないわけですよ。あのまあ、要するにに国民にとって当たりさえのななそうな ものばかりあの新聞なんかではこう適当に編集してて作ってますよね全然国民にとっては何が、えー、こう審査の内容か、多分今度衆院選挙に伴って出てきた、出てくるあの、えー、最高裁判事、こういうことやりましたみたいなものもですね、丹念に読んでいっても、結局、この人はどういう考え方の判事なのかって分からないと思いますよ、だからもう自分でいちいち事後に調べなきゃいけなくなるぐらいなわけですよ。 まあ、とにかくでそして、改選期の人以外はあの、まあ、罰つけられないですからね、まあ、いろんな意味で欠陥がある制度です。で、あのアメリカはもうあの政権が、えー、変わると、その最高裁の判事、あ最高裁もそうでますが,、えーまあ、が、人事が一番実は大事なんだというぐらい、それ国民の意見がちゃんと最高裁の判事に反映されるんですね。ところが日本は その明治以来の朝鮮主義あの昔はもうえ議会なんていうのは民草の,あのものの分からない連中のあるもので、えー、行政府政府というのは、えー、議,議会の、えー、まあ、えー、政治を受けないもんなんだみたいなまあ朝鮮主義だったのがだん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 、まあ、民権主義になっていったというまあ歴史的経緯があるわけですよでそして戦後 GHQ がやってきてもう完全に国民主権というふうに 議会はしたんですけれども、実は司法には朝鮮主義が残っているんですね。あの誰も指摘しないですけど。だからあの、法律判事とか放送については、国民の意見っていうのはもうなかなか国民はその場でくるくる変わらないもんで愚かだからみたいな前提で、ですね国民の審査がなかなか及ばないような体験になっている。でもそうしたら 例えば原子力村に任せてたら、まあ、原発のきちんとしたチェックができなかったみたいに、ですね法務村みたいな、ここがもう左に偏りすぎちゃってるんですね、今。なので、もう最高裁判事にまでとうとうそれが及んでしまって、全会一致でこんなこと決めるぐらい、アホな判事の群れになってしまったので、やっぱりちゃんとした国民の、えー、価値観、考え方、コモンセンス、常識、こういうものが、 あのきちんと、えー、体現できる人を、えー、最高裁の判事にしなければいけない。もうこの国の三権分立の制度をもうそもう大改革しなければいけない。時代に今回の判あの判断でですね、日本はそこに突入してしまったということを認識していただきたいなと私は思っています。はい、ありがとうございます。その通りですね。本当にまあお二人のご意見はその通りで、まあこれをですからね、あの景気として。 今の、まあ、最初の話題になってたその3つの戦争は1つの戦争だということを申し上げましたけどそれが日本に降りかかっているその1つの現れが今回の最高裁判決といっても、まあ、あの語弊はないんですね。というのはアメリカで今起きている混乱の1つはキャンセルカルチャーという運動があるわけであれは間違いなく文化大革命のアメリカ版ですからもう 70年経ってですね、1966年から始まったです、ね、文化区をキャンセルカルチャーという名前でやってるわけです。で、その中で LGBT ですとか、あるいは BLM とかいろんなものができてきてで、文化を全部一掃しようと、そういうことですよね。だからそれが 世界的な潮流になって日本に襲ってくるよってもう何年も前から私警告してたんだけどそれがまさに今回の判決になったわけでだからこれを契機としてそれにですねえ普通の日本人がやっぱり気が付いてえどう対処していくかってことを考えていきたいと思います。ということでえ時間が来てしまいました。なななかかか今日は重い話題ばっっりりでねねちょっと嫌になりましたけど、ね あの今夜は、ただこれからメキシコグランプリが予選がありますから <laughs> そ, <laughs> そういうやっぱりねちょっとあのほっとする時間がないとですねなかなかあれなんですよ。そうですね、はいわ。私も見ようかと思います。サッカーの試合もありますしねこれからね、はい。ということでじゃあ、えー、どうも長い間、えー、ありがとうございました。 また来週お会いしましょうどうもありがとうございましたおやすみなさい、はい